腸骨動脈のすぐ下にあるのが鼠径動脈なんで、反映してるということで、そこで触れたら60以上あるってことです。でも、そこで触れなければ、もう多分冷や汗かいてるでしょう。そこで触れなければ、はい。目指すが40以上あれば、なんとか反応があるということですね。はい。で、ここを見るためには、このね、40以上あるかどうかなって見るためには、ここですよね。頭に頸動脈を見ます。頸動脈触れますか？触れたら、血圧が40以上あるってことなんです。はい。手首で触れて、手首を見て、ね、頭骨動脈で触れない。ね、腸骨、鼠径動脈、足を見たら、足もなんか触れないぞ。触れにくいぞってなったら、どうなるかというと、ここで触れてみてください。それでダメだったら、はい、心臓圧迫ですよね。すぐ胸骨は心臓胸骨圧迫ですね。胸骨圧迫してあげるの、心臓マッサージしてあげなきゃいけないんです。なぜかというと、はい、心停止の基準は40以下なんですよ。40、血圧が40以下だと心停止と、ね、心停止と見なしますと胸骨圧迫なんですよ。それは心電図が出てても同じです。無脈性になるわけですよ。はい、胸骨圧迫してあげなければいけないということで、はい、40が軽度の基準。つまりバイタルサインというのは、はい、視診、聴診、触診、すべてこれで賄えるということなんですね。はい、大丈夫でしょうか。はい、大丈夫ですか。衝撃を受けました。最後は感動で終わる講義をありがとうございますと称賛されたセミナーで、看護ケア向上に役立ちます。こちらのセミナーが書籍になりました。 Amazon で購入することができます。この書籍にはセミナー動画がついており、こちらの QR コードから読み取り、何回でもご視聴いただけます。ここからお得情報です。谷口聡氏ホームページから書籍価格の 30% オフでこのセミナー動画をご視聴いただけます。詳細は説明欄をお読みください。最後すごいいただいてありがとうございます。なんか変の根拠を持って観察したいです。はい、ありがとうございます。はい、なんとなくおかしいって感覚からバイタルサインがつながって視点が変わりましたということで、はい、バイタルサイン何回も生きてる合図なんですよ。看護ケア向上のためのバイタルサイン、これもう言ってしまうとこれなんです。病状増悪の兆候を見ましょう。この兆候を見抜けなければいけないんです。それが出るのがバイタルサインなんです。だからこれをヤバイタルサイン、これね本当に使われてる言葉ですからね。病状増悪の兆候を見つけなきゃいけないんですよ、バイタルサインで。もうちょっとしたらショックになりますよ、今その前段階ですっていうのはですね、バイタルサインに出るってことなんです。ここを見抜く、これがですね、看護ケア向上のためのバイタルサイン。上司に報告に行ったわけですよ。急変があって、谷口急変はないっていうこと、そういう言葉で片付けるの。お前がこの急変の兆候を見つけられなかっただけだ。それがね、今でも心に突き刺さってるんです。だからです、このセミナーにつながってるんです。心理っていうのはですね、シンプルにできてるんですよ。呼吸と循環しかしてません。ね、収縮と拡張しかしてません。だから、この心理に近づいて、これが学べば学ぶほどシンプルになるということなんですね。こうやって、今まではですね、みんな、難しい方に行ったんですけども、谷口さんとは違います。シンプルに。なので、こういうことをやってる人いらっしゃると思います。これはですね、新世界と表現しました。新年新世界セミナー谷口聡氏です。バイタルサインっていうのは、血圧、脈拍、呼吸、体温なんだと。血圧っていうのは、エネルギーである、それはですね、量と抵抗でできてるんだよ。この2つだけなんだよっていうことなんですよ。直の定義はですね、この2つのどちらかの破綻なんですよ。つまりこれどういうことかっていうとですね、もうカテゴラミンリリースがされてる時はですね、アクセル全開なんですよ、ね、アクセル全開でやっと今の血圧だったり脈拍で維持してるわけですね。循環を維持してるところなので、一つでも狂うとですね、ショックに行きます。バランスでこう保たれてたのが、もうアクセル全開になって全開になってっていうのがカテコラミンリリースなんです。この状態がこのプレショックってなり、そしてこれをヤバイタルと呼んでいます。脈拍、血圧、体温、そして霊感を伴うように言ったら、もうショック寸前です。はい、地球というね、この循環の中に我々は生きていると。これで言うと、呼吸は1分間に18回です。じゃあそれを倍にするとどうなりますかっていうとですね、はい、36になりますね。36は体温なんですよ。我々はずっとつながりの中で生きているということなんですね。こうやって覚えるとすごく楽じゃないですか。18のずっと倍ですよ。これが正常値ということになっていきます。お弁当を作りながら見ています。ワクワクしすぎてますありがとうございます。はい、そういうのができるのもですね、このオンラインの良さですね。